おうちでサイエンス。今回は日食観察カードを作ります。皆さん、今年の6月21日はなんと岐阜でも部分日食を観察することができます。ただ直接太陽を見るのは目を痛めますので絶対にやめてください。それでは部分日食をするときに必要な日食カードを一緒に作っていきたいと思います。まずは自分の好きな文字や模様を絵に描いてみてください。次にその描いた絵や文字のだいたい5ミリぐらいおきに点を打ってみてください。そしてその点を打った部分を、細い針などで穴を開けてみてください。この時針の先端などで怪我をしないように注意をしてください。さあ、そうして作ってみた日食観察カードを日の当たるところにかざしてみてください。するとどうでしょう。穴から通ってきた太陽の光の形が変わっているのがお気づきでしょうか。こちらの部分日食、だいたい午後4時7分くらいから少しずつ太陽が欠け始めていきます。こちらの部分日食は月によって太陽の一部が隠れることで起こっております。そして午後5時9分が岐阜では太陽が一番欠けると言われております。だいたい面積でいうと太陽の 39%、 約4割ですかね、それぐらい欠けると言われております。さあ、そうして太陽も少しずつ元の形に戻っていき、午後6時5分にはこの部分日食が終わります。実は今回の部分日食、この次に起こるのが2030年の6月1日と言われておりますので、約10年後ということで、ぜひこの機会に部分日食をこのカードを使って観察してみてはいかがでしょうか。